赤石市は子どもの養育費の不払い対策として新たな条例制定を目指すための検討会を開きました検討会には大学教授や弁護士それに一人親家庭を支援する NPO 法人の理事長など6人の学識者が出席しました赤石市では子どもの貧困対策として一人親となった市民が養育費を受け取れていない場合 市が代わりに相手の収入などの情報開示や支払いの勧告それに給料からの転引や差し押さえなどをする制度を検討しています今日の初会合では市が提案した項目に対する問題点を挙げるなど意見が交わされました他の国は国が建て替え制度をして国がちゃんと子どものところに間違いなく建て替えたお金で支援をしているわけです それを国がやればいいわけですし、課題はありますけど、それをしっかりと皆さんのお力を得ながらです、ね、その課題をちゃんと踏まえた上で、子どものもとにちゃんと養育費を届けることをしていきたいと厚生労働省の調査によりますと、2016年時点で養育費を受けている母子世帯は24.3%にとどまっていて、明石市では5年以内に50%以上を目指すとしています。